カール・フォンフェルスタードイツの幼児演手、植物育種家、作家、造園家、ドイツの気候、環境に適した耐寒性の柿植物を研究。1912年にポツダムのボルニムで自邸の庭を策定した庭園は、建築と自然主義庭園のスタイルとそのサンクンガーデンとの、その組み合わせのために有名であり、ボルニム様式と謳われた。庭は、 フェルスターの娘マリアンヌによって管理され、アンセコ世界遺産のポツダム算数史の一部となっており、庭自体も国の文化財に指定されている。1903年に故郷に戻って、すべての道を開始して、他の人とは異なる方法で植物を研究。頑丈に多年生植物を望み、良い密集を見て、エレガントで力強い花のスパイクを持つ植物を育成。 彼の初期の作品はデリフィニウムというむしろ日細い花のスパイクであったが草はすぐに好んで使われるようになった。今日ではいくつかの庭園には自分の名のついたノガリアス X アキュティフローラが普及している。世界遺産ポツダムとベルリンの公園と宮殿、ハンザ同盟の都市リューベック。ありがとうございます。